あなたは痩せ我慢をしたことはありますか？寒い時も薄着で過ごす、頭をぶつけても知らないふりをする程度なら誰しも経験があると思いますが、最大級の痩せ我慢を実践した歴史人物がいました。日露戦争の英雄として知られるのに、マレスケは痔を患っていたため乗馬を禁じられているにもかかわらず平然と乗馬を続けます。ある時宴会に出ると、巻きつけた包帯が真っ赤に染まるほど出血がひどい状態でしたが、激痛を訴えるどころか心配するのは S の汚ればかりだったと言われています。今回は陸軍軍人として戦歴を刻み、日露戦争の大英雄と国内外で称賛されながら、最後は明治天皇に殉じたのぎ・マレスケについて解説します。このチャンネルでは主に偉人の業績と知られざる素顔を発信していくことで、あなたの知識欲を満たします。動画の最後には全国各地にあるのぎ・マレスケの関連施設を紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。武士の子供として生まれ、幕末の動乱を駆け抜ける。1849年12月25日、マレスケは現在の東京都港区で江戸詰の調布藩士の子供として生まれました。幼名は亡きと、現在の六本木ヒルズのあたりですね。わお。亡きと少年は生まれつき体が弱く臆病な性格だったため、友人と喧嘩することはなく、むしろ泣かされることが多かったそうです。乃木家が調布に居を移してからの亡きとは、馬術や剣術と武術を修めますが、詩や漢跡を学ぶ方を好み、15歳になっても妹にいじめられて泣くありさまでした。そんな息子を見かねた父マレツグは、精神修養ということで亡きとが寒いと言っただけで冷水をぶっかけたり、真冬に服を剥ぎ取って外へ放り出したりします。虐待でしかないのですが、母ヒサは傷ついた息子を慰めるということもなく、処刑場で生首を無理やり見せられた亡きとに、笑いながら生首に似た梅干しぶっかけおにぎりを食わせたとか、事故ではありますが、ヒサが起床後ぐずる亡きとを戒めようと蚊帳でぶったたいたところ、彼の顔面にぶち当たり、生涯左目が見えなくなってしまったと言われています。かわいそうすぎて泣けてきますが、元服したマレスケは16歳で萩に向かうと、松下村塾の創始者玉木文之進の元を訪ねて勉学と農耕に勤しみます。1866年第一次長州征討の後、交渉決裂した幕府と長州は再度戦端を開き、第二次長州征討が起こります。マレスケは仲間たちと調布藩報告隊を組織すると参戦。山形有友率いる騎兵隊の指揮下で奮戦して左足を負傷しながらも、小倉城一番乗りを果たし戦局を有利に進めると、幕府は将軍徳川家茂の病気を契機に兵を引きました。その後は藩校明林館の文学寮で収容に励みますが、相撲をした時に左足をくじくと治療が長引き、戊辰戦争に従軍することはできませんでした。陸軍軍人として歩み出すも挫折の連続。時代が明治に移ると報告隊で漢学の助教や陸軍学校の教官を務めますが、戊辰戦争に従軍できなかったマレスケを生徒は名乗り、どちらの戦線で戦われたのですかとからかわれる始末。彼の転機は上京後の1871年でした。以前知り合った黒田清隆の推薦でいきなり陸軍少佐に抜擢され、将校になったのです。マレスケ23歳の時です。しかし1870年代は新政府の特権剥奪政策により不満を高めた士族による反乱が頻発しており、萩でも前原一世の挙兵がささやかれていました。そこで前原の弟に代わり、熊本鎮代歩兵第14年隊長心得に任命されたマレスケですが、玉木文之進の養子になっていた弟から反乱に加わろうぜと幾度も説得を受けます。父マレツグや玉木節は皆前原派に加わっていましたが、マレスケは首を縦に振ることはなく、むしろ政府側の山形に通報して反乱鎮圧に貢献します。乱の結果弟は戦死し、文之進は割腹自決、幕末を共に駆け抜けた多くの仲間も戦死しました。職務に忠実なだけでしたが、地元では裏切り者扱いされて憔悴するマレスケです。そして味方のはずの政府からも、太平を要しながらも行動が遅く援軍をこうばかりで戦いに消極的となじられるありさま。針のむしろとはまさにこのこと。しかし彼の受難は終わりません。
1877年最大の士族反乱西南戦争が起こると、マレスケは乱の鎮圧に当たります。連隊を率いて久留米から熊本を目指しますが、薩摩軍と戦闘になると撤退戦を余儀なくされた、交代途中に連隊機を敵に奪われる失態を犯してしまいました。戦死することが罪をそそぐことになると考えたか、積極的に前線へ出ると負傷し久留米の軍団病院に入院しますが、脱走して戦線に復帰すると木庫に乗って指揮を執り続けます。戦死も叶わなかったマレスケは、陸軍卿山形有朋に滞在所を提出して処分を待ちますが、沙汰なしになります。しかし気持ちが収まらない彼はその後何度も自刃を企てました。ある時、宿舎内が騒がしいので児玉源太郎が覗いてみると、マレスケが腹を切る準備をしていたので慌てて止めて事なきを得る。翌日姿をくらませたため、皆で探し回ると山奥で断食をしていたマレスケを発見し連れ帰るなんてこともありました。まさに武士ですが、まだまだ辛酸をなめる人生は続くのです。放蕩生活を送る日々に結婚とドイツ留学。西南戦争が終結すると関東精神が評価されたか、マレスケは中佐に昇進して熊本鎮台参謀に転任しました。憔悴しきった彼は連日豪遊を続け、ある時は酩酊しては暴言を吐き、ある時は酩酊しては門外で転倒し頭を怪我するありさまで、あれで軍人かと呆れられる始末。当時は将校が大敗を傾け散財することは美徳とされていましたが、その中であってもマレスケの行動は目に余るものだったようですね。マレスケの度を越した行動に手を焼いた比佐は彼を結婚させることで落ち着かせようとしますが、薩摩の娘となら結婚すると無理難題を吹っかけます。当時長州なら長州と同郷の娘をもらうのが通常であり、他藩出身者を求めれば人が見つからずうまく結婚話も断れようと目論んでのことでした。しかし比佐の執念は凄まじく、薩摩藩士の娘、ゆじ七との縁談を持ってきたため、観念したマレスケは1878年29歳で七改め静子と結婚します。価格に見合った名前にするためと、本人の知らぬ間に七は静子と改名させられたそうですが、いきなり名前が変わっていたら仰天するだろうが、マレスケは祝言当日も居酒屋で時を過ごし大遅刻するありさまであり、結婚後も彼の自堕落な放蕩ぶりが改まることはなく、比佐の目論みは外れたため、怒りは妻の静子に向かいます。晩酌の度に比佐は静子に小言を言い、和助や鈴助と息子が生まれてもなおマレスケは酒に溺れ、静子とは別居生活に入るなど一時は離婚の危機に陥り、家庭生活はめちゃくちゃでした。またこの時期のマレスケはハイカラで知られており、一時期はフランス陸軍少佐の軍服で押し通し、あれで軍人かとまたも呆れられるのですが、ドイツ留学が大きな転機となります。川上宗六らとドイツに飛んだマレスケは、戦略戦術だけでなく語学の勉強にも熱を入れるとともに、ドイツ人の質実な生活態度や自国の伝統を尊重する姿勢に感化されたのです。そして帰国後、軍旗保持を強調し軍人の名誉や軍服着用の意義を特異形象軍当局に提出すると、マレスケは終身以外常に軍服を着用する極端に厳格な生活に突入。それまで着ていた華美な着物は全て人に譲り、夜の街を徘徊することは全くなくなったとか、見事なハイカラからバンカラへの転向です。その後名古屋第五連隊長に転任しますが、上司の桂太郎師団長とは折り合いが悪かったようです。桂はもともと後輩だったのに、気づけば出世で先を越されています。これを桂の政略気略で軍をダメにする原因だと蔑み、あいつは宴会で酒ばかり飲んでいると非難します。いやあんたも大概だったけどな。結局二人の距離が縮まることはなく、嫌になったマレスケは肺多治療のため上京すると名古屋に戻らず、養生と称して2回目の休職に入るのでした。ちなみに40歳を過ぎたあたりでマレスケは総入れ歯になっています。虫歯が煩わしいと感じた彼は、人思いに全ての歯を引っこ抜き痛くないと思えば決して痛くはないと語りました。入れ歯では不便でしょうと言われれば、敵と組み合う場合普通は噛みつくことしかできないが、自分は投げつけて奇戦を制することができると言ったとか、の儀式痩せ我慢ですね。日清戦争での活躍と不満の残る台湾総督。
1893年休職明けのマレスケは歩兵第一旅団長に就任すると、翌年に新戦争に従軍します。マレスケの部隊は中国大陸を進撃し、錦州城を攻略すると1日で旅順要塞を陥落させました。日清戦争講和条約の結果、台湾の割譲を得た日本は台湾平定のために兵を派遣すると、台湾総督を置いて統治に当たります。平定に加わったマレスケは1896年第3代台湾総督に就任すると、静子夫人どころか年老いた母ヒサまで連れて現地に向かい、島民の精神規範として教育勅語の普及に努めます。しかしヒサはマラリアに罹患して間もなく死去。しかも根本的に殖産工業の知見を得ていなかったマレスケは、総督府の管理と対立を深めるとわずか1年で総督を辞職し、3度目の休職に入ります。休職明けて第11師団長に就任すると、1900年に深刻で勃発した義和団の乱鎮圧のため現地に飛びますが、日本軍将兵が深刻の貨幣馬蹄銀を私腹した馬蹄銀事件に巻き込まれます。配下に権利をかけられた者が出たことに衝撃を受けると、絶望と怒りに駆られたマレスケは4回目の休職をして2年9ヶ月と長期の休養期間に突入しました。軍紀を厳格にと言っているのに伝わらない、どんだけうまくいかない人生なんや。マレスケは休職中那須野の別邸で過ごし、百姓に囲まれながら土いじりや陽極に読書を楽しむ姿から能人の儀と呼ばれます。世の中になすべきこともほかるに、こんなところで何をなすのか、司祭を持つ文人の儀マレスケの一面がうかがえるしです。しかしマレスケは世捨て人になるつもりはなく、暇あれば兵書師匠を好んで読み、近隣で演習が実施されれば可能な限り見学に出向きました。月に一度は上京すると興行寺に参加し、山形や桂に小玉と陸軍首脳を訪ね皇族に拝謁します。このように上層部との交友が絶えなかったからこそマレスケは社会的に生き残りました。第三軍司令官として日露戦争を戦い抜き、国民的英雄になる。1904年日露戦争が勃発しますが、休職明けのマレスケはルスコノエ師団長として内地に留まっていたため、戦地に赴けないことにぶつくさ言っていました。しかし大将に昇進した後、15歳の彼は第三軍司令官に転じて従軍が決まるや大いに張り切ります。第四軍司令官の積地面大将に対して、どうです、白髪が黒くなっては輝ったように見えませんかと笑顔で話すほど喜び勇んでいました。しかし彼が笑顔でいられたのはそこまで。第三軍は10年前の日清戦争同様、旅順港攻略の任務を受けますが、旅順要塞は鉄条網とコンクリートで固められた砦で溶かしていました。2度にわたる総攻撃を行いますが、堅固な敵陣地を落とすことはできず、おびただしい数の人的損害や弾薬不足により攻撃中止を判断せざるを得ません。戦死者が増えながら戦果が上がらない状況に軍は競って、民衆は激怒します。何をのぎのぎして嫌がると、東京の乃木邸には投石や罵声が浴びせかけられました。軍司令部においても当然のように乃木更迭案が浮上しますが、それを止めたのは誰あろう明治天皇でした。変えてはならぬ、変えたら乃木は生きてはおらぬだろうと場を収められます。このあたりは東映映画の203高地に詳しく描かれており、明治天皇のセリフは特に印象深いですね。そして第3回総攻撃に際して目標を203高地ダッシュに置くと、28山地榴弾砲を浴びせかけ歩兵突撃を敢行し、籠城戦で自利品になっていた敵将ステッセルも撃って出ます。敵味方ともに獅子類の状況ながら高地を完全占領すると、旅順港内の敵艦船を撃滅し、周囲の要地を激戦の末占領したことで、第3軍は旅順攻略を成し遂げました。旅順攻略に関して軍首脳が想定した以上に時間がかかり、味方の被害が多かったことは、マレスケの指揮能力に疑問を呈すことになり、戦後は乃木具象論が唱えられます。かの小説で足ざまに書かれたマレスケ問一参謀長でしたが、現在は研究が進んだことで、マレスケの攻撃法は当時の常識であり、状況に応じて戦術転換する柔軟性もあったと評されています。
かのドラマでは、指揮権を委譲された児玉の指揮により203高地攻略がなったような描き方でしたが、児玉は規定の計画を承認しており戦法に変化がなかったというのが史実のようです。被害が大きかったのは間違いありませんが、それは陸軍首脳や海軍からの要請により素早い旅順攻略が望まれたため、強引な戦法を取らざるを得なかった側面もあるので、愚昇は言い過ぎかと。さて、その後の奉天海戦においてもロシア軍を撤退させる勝利に貢献した第三軍でしたが、戦闘で多くの将兵を失ったことに加えて二人の息子を失ったことは、マレスケの心を大きくえぐりました。長男勝助はマレスケが戦地に向かう時に難産で戦死し、次男安助も203高地の戦いで戦死。彼はこれで世間に申し訳が立つ、よく死んでくれたとつぶやいたそうです。敵将ステッセルと水死で会見した際には、体験を認め名誉を保つ扱いをした上に、最愛の西を失ったことに満足げな様子を示したため、ステッセルはマレスケを真に天下の偉人と評しました。日露戦争により家族を失った人たちからも、前線で息子二人を亡くしたマレスケに共感する声は大きく、一人息子と泣いてはすまぬ、二人亡くした方もあると俗謡が歌われました。一躍英雄視されたマレスケは凱旋の際に歓喜の声を持って迎えられ、栄誉する人の列が途切れないため、彼は東礼の右手を上げっぱなしだったそうです。ジェネラル・乃木の名前は世界にも知れ渡り、各国で生まれた子供に乃木の名前をつける、ロシアの圧迫に苦しんでいたトルコはイスタンブルにある通りを乃木通りと名付けます。ただ、乃木通り統合通りに関しては真偽不明なので、ご存知の方は教えてください。さてマレスケは戦果を誇るどころか、戦死して骨になって帰りたい、守備隊司令官になって残りたい、ロス家の弾丸より歓迎が恐ろしいと語り沈痛な趣でした。天皇の御前で多数の将兵を死に追いやった罪を死をもって贖いたいと奏上したマレスケに天皇は答えます。もし死いて死を欲するならば朕が世を去りたる後にせよ。仰せを受けたマレスケは6年間生きて殉死するのです。と言いたいところですが、この話の初出はマレスケの自陣語であり、乃木伝説の一つという見方もありますね。ちなみに、戦災で腕を失った将兵を憂いたマレスケは自腹での儀式儀式を人々に送ったという美談がありますが、実用性に関しては疑問も生じていました。しかし国民的英雄を批判できる人はおらず、当人の意識しないところでマレスケは軍神に祭り上げられてしまっていたのです。学習委員長として厳格な指導を行う。ともあれ、孫たちの教育を託すには乃木が最適だということで、1907年マレスケは聖旅により58歳で学習委員長を拝命します。幼き日の昭和天皇、道の宮博人親王もマレスケの薫陶を受けて育ち、鼻が開いた着物を着るのは恥だが継ぎ当て着物は恥ではないとの教えを実践していました。道の宮はマレスケを院長閣下と呼んで慕い、昭和戦後になっても私の人格形成に最も影響があったのは乃木マレスケ学習委員長と発言されるほど影響を受けています。日露戦争後の日本は晴れて一等国の仲間入りだと、家族の中には楽器や踊りにうつつを抜かす緩んだ空気が調整されていたことをマレスケは浮いていました。そこで彼は家族指定の収容機関たる学習院改革を志すと軍隊方式と呼ばれるほど厳格な校風を作り上げます。例を挙げるとひらがなは女らしくていかん、カタカナを使え、洋服や靴は大きく作れ、見た目にこだわるな、口笛は下船のものだ、口を開くな、目めんどくせ、学生はもちろん教師内でも賛否両論苦笑いで迎えた人がいたであろうことは想像に難くない異常な厳格さです。しかも、ボートなどペナペナした原骨でつけば穴が開きそうなものが何になるかなど、もはや好き嫌いでしかない主張をして部員を敵に回します。その結果予想通りでしかありませんが、武者の工事実篤や有島武雄など白樺派の学生たちはあの儀式を前時代的野蛮思想と批判しあざけりました。ちなみに、志賀直哉は乃木大将殉死の方を聞いた時も、下女が考えなしに何かした時に感じるようなバカなやつだという気がしたと日記に綴っています。学生によっては、乃木式など小うるさい精神主義的教育でしかなかったようですね。伝わらないマイハート。英雄の最後。
うまくいっているかはともかく、未来ある子供たちや高村の教育という仕事を得たマレスケでしたが、1912年7月に入ると明治天皇は体調不良を訴え床に伏せるようになります。天皇の病状を案じたマレスケは連日参内したため、病床の天皇はまた乃木が来たと、マレスケの来訪を足音で聞き分けるまでになっていたとか。そして7月30日、近代日本を率いた明治天皇崩御。マレスケは憔悴しきり涙で軍服を濡らしていましたが、9月10日には道の宮のもとへ出向くと歴史書を渡して鍛錬を求めます。いつもと様子の違うマレスケに道の宮は、院長閣下はどこかへ行かれるのですかと尋ねたのは有名な話ですが、その勘は当たってしまいます。大喪の礼が執り行われた9月13日、乃木夫妻は自宅で自刃をして最後を迎えました。マレスケ享年64、シズ子享年54。英雄の殉死は国内外で大きな波紋を呼びますが、当然賛否両論の意見が出ます。しかし、全近代的野蛮な行為と評した新聞の不買運動が起こり、否定論者には石が飛んできました。乃木はバカだな、種のない日に死んでくれりゃ助かったんだがと冷笑した新聞記者も、国民世論を考慮して殉死喝采記事を隠し待つ。自主規制必須の全体主義国家かな。マレスケ死後は彼を称える論考が数多く出ましたが、それにとどまらず、乃木神社建立の権利がされると各地で神社が建てられたのです。現在乃木マレスケは、妻しず子や子供たちと共に東京都の青山霊園で眠っています。本日のまとめ。乃木マレスケは武士の子供として生まれ両親による厳しい教育のもと陸軍軍人として歩みますが、その道のりは挫折の連続で彼の心身を蝕みました。日露戦争の将軍としての側面が強調されることが多いですが、萩の乱西南戦争などの戦闘経過で生じた家族の喪失や過失、陸軍内での自分の立ち位置の不安定さと苦難が絶え間なく襲います。若い時から死を望み続けた彼が、日露戦争による多数将兵と息子の喪失、そして明治の終焉に自らの幕引きを重ねたことは当然の帰結とも言えましょう。マレスケは死してなお一層世間に大きな影響を与え、将軍としての能力に関しては論争が続く存在であり、現在でも人々の記憶に残り続けています。この動画をご覧いただいたあなたは、乃木マレスケをどのように評価しますか？ぜひコメント欄で教えてください。特典パート。今回は乃木マレスケを祀るため全国各地に建立された乃木神社を紹介していきます。まずは東京都港区の乃木神社。乃木夫妻が住んでいた邸宅地に建立された神社であり、宝物殿には遺品が数多く残っています。隣には夫妻が晩年を過ごした邸宅が現存しており、往時の風情を感じることができます。次に山口県下関市にある乃木神社です。マレスケが幼少を過ごした地に建立された神社であり、宝物殿には遺品が数多く残っています。境内にはマレスケが幼少を過ごした邸宅が再建されており、往時の風情を感じることができます。ゆらゆら椅子で休憩しました。最後に京都市伏見区にある乃木神社です。有志により建立された神社であり、宝物殿には遺品が数多く残っています。境内にはマレスケが幼少を過ごした邸宅が再建されており、往時の風情を感じることができます。明治天皇陵や桓武天皇陵も近くにあるので、合わせてどうぞ。この他函館や那須塩原にも神社はありますので、近隣の方は一度参拝することをお勧めします。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。